鉄道がチャンネルのね鉄道さんの取材なんですけど、鉄道さんも携帯で撮ってるって、携帯とカメラと両方らしいんですけどね。津波警報とか必要ないもんね、ほぼね。向こうね、あの五能線からちょうどここで、はい、海沿いを走っとるんで、こういうの買ってあるんですよ。ちなみに酒井さんは五能線も乗りに行ったんですか？まだないんです。まだ乗りに行ったことはないねんね。もうね、行きたい行きたいってずっと思ってるんですけど、仕事がとにかくね、忙しいですもんね。これキハ導入の支援者一覧よ。ここにね、私のお友達もいてるんですよ、実は。いや、天野さん、お久しぶりでございます。はい、今日はあの鉄道さんのね、鉄道がチャンネルの動画撮影を私は撮影すると。アービさんがそれを求めてると、俺はこんなラフなスタイル。あ、もう全然ラフなんで OK です。私の方はもうラフな。ラフな感じの鉄道に。もちろんでございます。いや、ちなみにね、あの先ほども研修つけられてるのを拝見したんですけども、天野さんというか北条鉄道では指導員、お師匠班、先生なんて呼ぶんですか？北条鉄道では先生です。あ、はい、それはだから天野さん先生されてるということなんですね。共同という職務上は共同係ですけども、ほうほう、はいはい、先生って呼ばれます。なるほど。共同ってどんな字書くんですか？教える、導く。なんと天野さんが教える、導く、はい、どこに導かれるんでしょうね。どこに導かれるか、ちょっと。え、それをだからあれですよね、天野さんが共同で、うん、あの受けたん一号が酒井さん。あ、僕男一号。男一号。なるほど。はあ。僕の見習いの生徒というか教え子としては2人目ですけど、はいはい、男性社員としては一号です。一号。僕は女性一号、男性一号、一一。その時の天野さんどんな感じ？厳しかった。厳しかった。いや、それこれでも研修って大事でね。この時にあらゆることこう教え込まなあかんのでね、甘やかしてたらダメですからね。ストイックに。え、ほんで教えられる側はなんて呼ばれるんですか？研修なんですか？いや、教える側は見習いって。教えられる側は見習い。見習い生、見習いですね。なるほど。なるほどね。天野さん、私はね、鉄夫さんみたいにあんな風に撮れないんですよ。で、鉄夫さんあえて撮ってるじゃないですか。基本アフレコなんですよ。だから小声で笑える後ろで喋るのはええらしいんですよ。なるほどね。すごい。はい。こんな感じです。ありがとうございます。はい。でここのレバーを右に回してる間にセルモーターが回ってる。そうです。指導の C っていうのがあるので、はい、そこに沿ったらセルモーターがずっと回って変にかかります。でかかったらそれを戻すということなんです。ありがとうございます。天野さんは、はい、年をいくつなんですか？はい、年ですか？はい、そうです。43です。見えへんような。若い。4月で44歳。44、今年44。今年44。今年44って若見えるよね。え、それどう押すだけ？いや、回すんですよ。ここがオールゴールですよ。あの後ろからついてる。え、あと待ってない。今ちょっと調整してます。いきます。オールゴール。鉄道さん話しちゃうけど、これ縦で撮ってることじゃないの？いや、これ横で撮ってる。横で撮れてんの？横で撮れてる。
いまいち分からへん。私のほら携帯ここ上でしょ。ほんまのオールゴールなんでか分からへん。ね。ここはもっと電池。もううちは組み取り装置ないんで。もっと遠い。電気とおっしゃってます。で物置です。二人で大言うて。いやなかなか大やもんね。大ですねこれは。まあ、車椅子の方のスロープだとか、ほうほう、掃除用具のほうきとイベントで使えるスピーカー、マイク、こんな感じです。お出口は前側です。運賃表をご覧の上、運賃対象券は整理券とともに運賃箱にお入れください。運賃はパッキリとお見せください。お疲れ様です。ありがとうございます。しかし山田さん、やっぱりよく聞きますね。やっぱ窓開いてんの瞬時に見て閉められたんですね。すごいな。やっぱ職業病ですね。でもね、すごいすごい。いやいや。横田、本郷横田到了。播磨横田、播磨横田입니다。青の乳液ですね。いいですね。北条鉄道の全面展望もいいもんですね。2ヶ月ぶりの運転ってのは緊張しますか？若干。緊張します。あ、そうですか。どこでもレーカーによったから。いやいや、運転素晴らしいです。いやいや、はい。そして青駅から折り返します。天気いいね。今日は最高やね。ユーチューバー日和やね。まあ今回ちょっと特別な許可でですね、全面展望の撮影をさせていただいております。北条鉄道様ありがとうございます。ちょっと外に出まして、酒井さん、はい、2024年になりましたね、はい、この後もね、キハ効果でもっともっとお客さん乗りに来てほしいですよね。そうですね。やっぱりあの冬はイベントないじゃないですか。まあそうですね。どこの鉄道も多分 1,2,3 ってほぼないんですよ。ないですね。イベントなくてもキハそのものがイベントですから。そうなんです。これが走っとること自体がイベントです、ね、いや年がら年中イベントみたいなもんですから、ぜひ乗りに来てほしいですね。最近ちょっとキハ人気落ちてったんじゃないですかね、皆さん。なそう、それ困りますね。困るんで皆さんもっと来てください、ね、はい、はい、ということでありがとうございます。お願いします。はい、入庫ですね。最後ですね。なかなか間違いない。ねえ、今日は、取材でしたか。いや、いい取材でしたか。ありがとうございました。はい。
お疲れ様でした。